日本占領時期の香港は第二次世界大戦中日本軍により香港占領地とされた。占領統治は香港の戦いでイギリスのマーク・アイチ・チソン・ヤング、香港総督が日本に降伏した1941年12月25日から、 ポツダム宣言受諾による日本の降伏後、1945年8月末に、イギリス軍が再上陸するまでの3年8ヶ月に、渡った。香港で、3年08、5月という言葉は、特にこの日本占領期を指す場合がある。1937年7月7日の、露行橋事件勃発以来、日本と、中華民国は、全面戦争に突入した。 日本軍は河北を呼び、加藤の中国大陸の大部分を占領し、河南でも中国軍の補給路を遮断すべく、広州などを占領した。しかし、香港は当時日本とは、交戦状態になかった。イギリスの植民地として、中立地帯であり、日本軍が進出し、戦闘状態に置かれることはなかった。そのため、 香港の人口は1936年に100万人だったものが中国各地から戦闘を避ける避難民が殺到し1940年には160万人にまで膨張していたその後日本軍の占領下の香港から70万人前後の中国人住民が中国本土に退去させられ占領前に160万人の人口を抱えていた香港は 1945年8月の終戦時には人口が60万人程度にまで減少した。その後、イギリスの植民地に復帰した香港では、この3年8ヶ月間にわたる日本統治時期を3年08、5月と呼んでいる。1941年12月8日、新珠湾攻撃により太平洋戦争が勃発すると、アメリカやイギリスやオランダなど、 東南アジアに植民地を持つ国々に宣戦線布告した。日本はイギリス軍の極東の要衝であった。香港攻略作戦を実行した。堺隆中将指揮下の第23軍による18日戦争である。日本軍は、九龍半島の要塞地帯人、ドリンカーズラインを突破し、12月13日には、九龍半島を制圧した。 地の利を生かしたゲリラ戦法を取るイギリス連邦軍の香港島内での抵抗に当初日本軍は苦戦したものの12月25日イギリス軍は降伏し香港は日本軍の軍政下に入った香港を占領した日本軍はイギリスの香港政庁に代わる香港軍政庁を1942年2月20日までペニンシュラホテルに設置したその後 磯谷蓮介陸軍中将が香港総督として任命され、香港占領地総督部を香港上海銀行本店ビルに設置し、大本営直令下の軍政を実施した。日本から多くの高級官僚が送られ、総督部の主要ポストの多くは日本人が占めた。磯谷蓮介総督は、イカ政下との方針を打ち出し、諮問機関として花民代表会と花民、 各界協議会の二つの家人の組織が設置された。ただしこれらは、法律上無力な存在であった。地名、街路名の解消に関する工事地名については、霊山ロードのようなイギリスの人名を使用していた、街路名や、香港湖、浅水湾などの地名を、それぞれ、カ取通りや、元香港、緑が浜のような日本式に解消した。 ハッピーバレー競馬場は、青葉蘇和競馬場と解消されている。中国語で香港は戦前戦後とも、港と略称されるのに対し、日本占領下では、港と略された。香港島と九流をまとめた、港九を含む、団体名は、港級に変更され、香港占領地総督の略称は、港徳、その命令は、港徳令とされた。香港は、 大規模な工業や農業がなく、中国とアジア各地のイギリスの植民地、また同じく、イギリス連邦の構成国であるオーストラリアなどとの間の交易をその経済活動の中心としていた。日本による占領後に中国本土との貿易が減少し、さらに同時期、多くが日本軍の占領下に置かれたアジア各地のイギリスの植民地との貿易も減少した。 イギリスと同じく日本との交戦状態に入ったオーストラリアとの貿易は完全に停止し、香港は経済的苦境に立たされた。特に大部分を中国やオーストラリアなどからの輸入に頼っていた、食料の不足は深刻でが死者を出すまでに至った。日本軍による統治期間中、日本軍は軍票を乱発行してインフレーションを起こし、 香港経済を疲弊させた。発行された軍票は日本の敗戦後イギリス軍が使用を禁じたため現在も日本政府に経済的保障を要求する香港人が存在する。ワンチャイラク活動にはやんショが設置されたという。イギリス資本の会社は日本軍に接収され閉店したイギリス系百貨店のレーンクロフォードには松坂屋が開店した。 香港占領時期に使用された教科書香港に建設予定だった中冷島の完成予想図従来のイギリス、香港成長による影響力の払拭を望んだ日本軍はイギリスが香港の公用語として定めていた英語の使用を禁止して日本語を新たな公用語として制定した学校では 日本語教育を1週間に4時間実施させたほか、教科書も日本文化を紹介する内容に変更された。また、日本語の習熟度に応じて、香港に進出した日本企業への就職や、食料を配給量の優遇を与える政策も実施した。さらには、本格的な香港統治に向けて、日本語に精通した香港人公務員を育成するために、 香港東和学院を設立したが、生徒は少なかった。一方、当時香港唯一の大学であった香港大学は、イギリス人教員が不良となるか、香港を脱出したことから人材不足に陥り、日本軍の降伏まで平行状態となっていた。ビクトリアピークの中原に、香港神社を建造しようとしたが、造営主任のマンドコロゼン、清自然カラフト神社宮司が、 香港赴任間もなく超チ,チフスで死亡したことや、資材不足、中国人労働者の反感などもあり、完成しなかった。日本と中華民国の戦争が続いていた上、親衛的な住民も多かったこともあり、日本軍の香港占領に抵抗した香港住民は、少なくなく、占領期間中、反日活動は絶えなかった。また、香港を脱出したイギリス軍や、 中国共産党の支援による軍事活動も行われた。英軍副務団は中国内地に逃れたイギリス軍や香港成長、関係者によって1942年7月に設立された部隊で本部を競輪に置き、香港における日本軍の情報収集やイギリス軍捕虜の脱走法上、医薬品類の捕虜収容所への搬送などを支援した。港九大隊は 中国共産党の配下で、関東地方で活動していた、関東高日遊撃隊の協力のもと、香港、深海の農民や漁民によって1942年2月に成立した高日部隊で、香港のみならず、関東省を含めた高日活動を展開した。港旧大隊は、イギリス軍が撤退、降伏の際に遺棄した武器を入手し、香港、 九流の日本軍施設や警察署、京都空港への攻撃を行ったほか、捕虜の救出や爆撃中に蒸気が撃ち落とされた連合軍のパイロットや香港に留まっていた連合国側の外国人の香港脱出を支援した。1942年9月からは中華民国内やイギリス領インド方面から飛来する連合国軍の爆撃機による空襲が開始された。 主に日本軍の施設を目標としたが、誤爆もたびたび発生した。このうち最も被害の大きかったのは、1945年1月のワンチャイ市街への誤爆で、香港住民の死者は約1000人、負傷者約3000人に達したという。また、同年4月の爆撃では、ドラワンにあった病院付近に爆弾が落ち、約490人の死者を出した。 このほか、小学校にも誤爆があった。降伏式香港解放を祝うパレードをする中英、両軍降伏文書1945年8月15日、日本はイギリスと中華民国を含む連合国に対し降伏し、戦争は終結した。これにより、日本の統治が終わった、香港の貴族問題が生じた。中国人がそのほとんどを占める、 当時の香港の世論は、アヘン戦争という過去の不当な戦争により、新国から強引に主権を奪ったイギリスではなく、新国を継いで中国を統治している、紹介席率いる中華民国に返還すべきであるというものであった。しかしイギリスは、返還を拒否する強硬な態度に出た。これは戦勝国間の大戦後の中華民国とソ連との利害関係の対立が、 生じつつあったためである。中国系住民の声を無視する形で、イギリスは日本が降伏した8月15日に、香港統治の回復を宣言した。これに対し中華民国は抗議したが、同じ連合国であるアメリカ合衆国政府の調停により、中華民国側も最終的に了承した。8月30日に、イギリス海軍のハーコート少将は、 香港に到着し、正式にイギリスによる香港の主権回復となった。この日は、茂光記念日として、イギリスの植民地支配が終結する1997年まで、8月の最終月曜日が、香港の祝日に指定され、休日であった。返還後は休日ではなくなったが、香港特別行政区政府は、中国中央政府に習い、 2015年のみ9月3日を、抗日戦争勝利70周年記念日とし、休日にした。なお、1945年9月16日に、中華民国、イギリスと日本の代表は、香港総督府で、香港の主権を返還する文章に調印している。1948年8月南京軍事法廷は、香港統治期の不良及び民間人殺害。 強姦の罪で、堺隆中将、香港軍政庁初代長官に死刑判決を言い渡し、9月30日に処刑された。日本風屋根の香港礼品府日本の占領時期を物語る建築物に総督皇帝がある。この建物は、英国総督府の本館とダンスホールであったが、日本軍の接収後に、藤村昭一によって、 二つの建物をつなぎ合わせた上に、日本風の瓦屋根や、塔のある和洋折衷的な建物に改築された。この建物は、香港が英国統治下に戻った後は、香港総督の住居として使用され、1997年に、香港が中華人民共和国に返還、移乗された後は、行政長官の感謝として使用されている。日本占領時期に行われた。 帰郷政策は、香港住民の権利を失わせることとなった。1950年代、香港人が、英国本土に移民するには、香港の永久居留権を持つ必要があったが、永久居留権を取得するには、香港での出生証明が必要だった。日本軍の帰郷政策によって、多くの児童が、中国内地へ移住し、戦後香港に戻ってきたが、各種原因によって、 これらの児童の香港での出生証明が紛失しており、中国での出生とされた結果、移民権利を失うこととなった。ありがとうございます。